どうも、黒ポンズです。今回は無敗スマネーと昇格戦の解説動画です。1戦目が2100昇格戦、2戦目が2200昇格戦です。それでは解説していきます。DA 大ビームセットアップ、上回避が見えたのでクーエヌ。クー前食らったので下 D でキャッチ突き消す。クーエヌ大の手クー前から2回入りそうだったので下強2回。そこからクー前で運ぶ。途中でジャンプ消費を確認していたので最短ルートにだけクーを置いておけば済み。大サムスは復帰の最短ルートだけ潰せば復帰距離はそこまで大きくないイメージですね。こういう壊しができると大サムスは楽になります。相手にビームをジャスがされたので差し込みを誘う引き捨て。ガーキャン上 B が届かないような空 N 振りがけがり。ジャンプ潰したので突っ込んでよかったがストック有利なので無理しない。相手の先出し上 B が見えたので横 B。 ここは相手氏の対策が見事。コマガードさせた後の前捨て狩りの空前、前捨てじゃなく前回避でも引きながら打つことで対応してる。下強空をセットアップ。ここの横 B はさすがにやりすぎ。相手が降りてくるのが見えていたのですぐに上 B はせず高度限界まで下がってから上 B。 これは正直運が良い。空前を引きながら打って相手の暴れに対応してたが外れ。空 N 空上から暴れ読み大ビーム外れたのでリカバリーコマ。空 N が想像以上に引かれて差し返せず、相手が逆転するためには強気なタクを通すしかないので焦らずにガードを固める。下 B 読みで ND。 ワイヤー読みだったけど結果的に大勝利。横 B 復帰阻止。横 B 復帰阻止はあの位置で振ると複数のタクを枯れるのでおすすめです。続いて2200昇格戦の解説に移ります。対戦相手のキャラは面ですね。基本的に駒を主軸に戦っていきたいですね。ジャスが警戒の当てないクーエヌを読まれて捕まれた読み合い回りすぎてる。さ、年々丸すぎる。他キャラならストック有利を取れたら逆転されないように慎重に立ち回ります。ただ対面で慎重にやるは不作なので攻め潰します。入れ込みパラダイス。キャッチに合わせた大ビーム、美味しい。ジャンプ読みのコマ外れ。その場回避を枯れる位置に置くがけがりコマ。何度も掴まれたのでさすがに当たるように打つ。これ食らうの良くない。一本目ガード、二本目打ち回避避けキャラ対だけどその後の展開ミス。想像以上に引かれた。これなら見てから回避できるとうぬぼれてた。無理だった。無敵時間はクーエヌ解けばどっか当たる。クーエヌ暴れ読み空を外れたら上強チャッチ狩り。これも一種のセットアップ。今までずっと外逃げだったから空前で追ったけど裏目。負け筋がリング横スマの壊しなので上に逃げる。クーエヌの姿勢を利用した後ろ側差し返し、ダイラル君用に生み出したやつ。投げるんじゃなくて落としたつもりだった。対面必須テクニックのホバリング。相手が打ってから崖に捕まる。ホバリングによって無敵時間も伸びてるので腕見てからジャンプ上がり。飛び具合から打ちと判断。ここを布団で感覚が狂う。撃墜したい欲がにじみ出てる。この試合11の3戦目なので緊張感がだいぶある。相手の急降下がりビームだったけど相手があえて急降下してない。崖つかまりに当たるクーエヌを押して崖上がり強制してスマッシュ。回避登りされたらヤバかったのでおすすめはしないタク。ただ覚えておくといつか役に立つ。ごちゃごちゃタイム。ニュートラルの立ち回りはジャンプコマで崩したい。コマを取られた場合はビーム主軸。ビームが当たればその間に前詰め。相手の掴みが当たらない位置でタイプコマ打ち。崖コマする雰囲気だけ見せて攻撃か回避誘う。思わずと違うけど当たった。対面の復帰の爪はアームの当たらない位置でのホバリング。あとは空前で詰めて勝ちですね。対面は復帰阻止が8割なのでここを詰め切れたのは良かったです。そして無敗2200達成できました。無敗にそこまで意味はないですが2200無敗はさすがに嬉しいですね。以上で今回の動画は終わりです。チャンネル登録、高評価もよろしくね。